will change for the concrete. If the background is look like this one, yeah, and then this is what I'm doing right now. Now we take a picture of the. So, and we prepare the screen for everyone. If everyone wants to take a picture or maybe something else. I don't know how much that information to make like a. It's an image, but they use it almost to make a map. It's usually our nerves receive the information at one nerve here. And then back. But in the squid and the cephalopods, it works more like a net. So the more, instead of being one nerve. すいません、うそくさく、うそくさく、うそくさく、奥堀を。何ですか、これ。うそくさく。よっ。いける。ちょ、届いてないけど。スキップずらします。ありがとう、ごめんね。いける？じゃあ、全然。ありがとう。うん。ありがとう。イエーイ。上側。上側か。届かないんだな。じゃあ、ここでちょっと演技やって、ここから奥演技、出す演技、ちょっと置いたり出したり。あ、俺奥、大丈夫。大丈夫、大丈夫。奥、はい、奥に、はい、そこに置いて。カメラが置いてある。カメラ置いてある。え、いや、まあ、いい、いや、そこ、で、で、よし、じゃあ、いいや。あの、この。揺れるな。揺れる。他不是真的饭店、他是面摊而已。入れると。はい、てかじゃあ、米いらねえからさ、俺、これ食べちゃったね。なんか持ってる。レイさん行かないの？わかんないね。固まった。気持ちいいらしい。先生どうぞ。マッサージ中。リラックスしてる。全然構わない。どうせ気合い来たの痴漢痴漢呼んで反応すんの痴漢覚えんの名前痴漢痴漢痴漢どうなんだろう暑い日が暑いね痴漢痴漢目当て気まぐれたやりすぎはよくないな反応するさっきめっちゃ死んだねそうなんですよ連続だけだな寝れる寝だ寝返りが激しい可愛い。いいミーミーでさ。しか、しかどうやってんの？かゆいんじゃねえっすね。かゆいな。うわ、すごい。ここじゃないよ。あれはあるからさ、フィギュアでさ、ミステリーつけて。
鳴き声聞くと固定チケット。かわいい。探してんじゃん。いない。猫。聞こえるけどいない。日陰で。スズメらしい。確実に反応するな。前足で漁業やってる人たちと契約しちゃってるせいで意味わかんない魚がたまに送られてくるんですよ。絶対売れねえの。夢カサゴとかこうやって出てきて、いや俺らはわかるよ、うまいの知ってるけど、それ食うやついねえだろっていうのが毎回送られてくるから、せっかくそこに MP の学生がいるんだったら何かそういう人は加えればいいの。いやだから言ったんですよ。だからで、もう作りました。それあのブースっていうか、その送られてきたタイミングで送られてくることが分かったタイミングで、その要はもうチラシっていうか、もう紙に書いて、その要はなんかこういう食べ方がある的なやつを各魚種で書いて展示しないと、たかがもう切り身しか書いてなくても誰が買うねんっつって、こいつ焼くしか多分できねえぞみたいなって思ったから、とりあえずこういう食べ方がありますよ的なのをやったら若干売り上げが上がって給料上がりました。給料上がってその辺これ見てるとイオンが一番ちゃんとやってる。そうっすよね。そうで、うちの近くのそのライフの近くにイオンが、自分地元のところでやってる遊園の駅の近くでライフがあるんですけど、イオンができちゃうんですよ。なんで潰れる潰れるって言って今月でやめます。イオンに移るわけじゃなくて、もうシンプルにバッテリーもやめるだけやめた。何でもいいけど、台湾のこのこうなるとすぐピッてやったら棒伸びるけど、まあ伸ばした方がいいか短い方がいいかは、まあ、あなたの安定が起きたら。日頃の私の目線からの景色っていうのを。おー、フィッシュマーケット。一
応説明しとくわね、はい、一応説明しとく、はい、でまあ、あのじゃあ説明してる、あの、まあ、向こうから回ってこう行ってあそこのところのどん詰まりのところに行くわけだ。どん詰まりのところはいろんな魚が置いて、あいろんな魚が置いてある。ここはねお魚売ってる、お魚ゾーンで、でまあ見ての通り道狭いし、時々ほらああいうおじちゃんがガーッとなんか物通っ、あの通ったりしてるかしてるから、できるだけ避けてあげてね、はいはい、はい、それぐらいだな。よしぼちぼち行くぞ、はい、はい、ぼちぼち行くぞ、イエーイ、えい、渡されただけなのでかわいそうだったからだってね、困っちゃう。上のボタンで切ったりつけたりして、はい、電源入れると勝手に撮影始める。いや、そんな何が素材として欲しいのかわからないからあ西の推しカメラする。そう見たよ、こっちに逆に。もう行くぞ。で、ご飯屋さんもあるの？はい、で、買ったのをね、ここに持ってきてご飯にして料理してくれたりするのね。だからもし何か皆さん次来られてね、そこの漁港のそこのおばちゃんが美味しそうな料理あの魚売ってたって言ったら、それ持ってここ来たら料理してくれるから。はい。そうか。はい、なんかタペタも入ってるから目めっちゃ光ってるよね。光使う、光を使う効率がいいわけだよ。でここにパッパッパッとなんとなく魚入ってるけれども、なんかさ、よく見て、よく見ようよ。こいつおかしくないって話。こいつ何がおかしいかっていうとさ、これここにね背びれがこうあるよねと。でこいつさ、ここにもここに背びれあるでしょ。こっちに第二背びれもあるんだけど、これ第二背びれなのかなって話なんだよ。あ、脂びれっぽいんだよ。そうそう。でこいつなんか第二背びれっぽいんだよ。こいつだけさ、おかしくないっていうふうな、ね、その仲間の、あの鮭の仲間じゃないのに脂びれがあったりするんだよ。はい、おいしい、すぎて。これだからこの右と左とでね、そのこっちの右、こっちはこんなハサミっぽいよね。でこれ何、これこれこういうとこにできるやつ、こういう各類のこういうやつ、役割で変わるんだよ。これ達成度で言う足大ハラハラビルドボーハラビルドボーハラビルドボー大根ハラビルドボーハラビルドボーやべー、気に入ったハラビルこいつないなって言うたよね。はいはい、お友達も教えてあげよう。そうだよね。でこれね、こうやんか、はい、貝だよね、はい、でこっち見るわけよ、はい、こいつとは違うよね、はい、何が違うんだろうって話、はい、ないよね。でってことはこれ巻いてるよな、多分、はい、巻いてるよね、巻き貝だ、巻き貝っぽいよね、はい、で巻き貝だとしようよ、はい、巻き貝蓋なくね、ないですね、蓋あるよね巻き貝ね、はい、こいつはないよね、はい、何が起きたんだろうね、まあ、ウツボってあるやんか、ウツボあるでしょ、なんかこっちの魚見ようか、これエラーナーって感じやんか、エラーナーでしょ、こいつあるけどね、どうしよう、どうしようってぐらいちっちゃいんだよね、どうしようってぐらいちっちゃいから、めっちゃちっちゃいのね。やべえ、これサンダルで来るもんじゃないかもしれない。おお、ウツボ、アサゴ、マテガイ250元、マテガイ美味しいのかな。スターゲイザー開き、わー、ウシボーコリ、うん、一発パン、
太田先生はいい。確かに、ね、そういうことなの。なるほど。大体船ってどのぐらいあるんですか。結構300ぐらいですか。船どれぐらい、何、結構ありますよね。結構ある、結構あるけど。さ、ズームどうやってするのか分かんないけど。ズームすできんのこれ。ズームは気合い。強く握る。あっち、マジ燃えるけど。あ、まだ BDR 来てないな。鳥がたくさんいる。暑いね。暑がってる人もいます。脱いでます。この下ないからな、上裸になるしかない。現地の方になって100円を買った上裸いた。そんな現地の方いた。ダーグーも暑そうです。暑そうです。間違いない。ダーグーずっと眠がってるからな。エビを仕分けております。コアな音楽が流れております。交渉しています。ここら辺全部の魚もらっていいですか。ダメー、ダメー。あ、ここにサンダルで来ちゃうにと思います。なんかわけのわからんところに入らせてもらいました。そうですね。地面に魚がいます。怖いですか。そこ一回いる。観光機見てた。焼け先生のテンション。いろいろ落ちてます。カニに、そうですね。
る気だから顔がまあめっちゃ足になっててさ、こういう感じ、あの足で捕まえられるから、ここと繋がってるここら辺のね神経がどうでもないですけど、ふくってでかくなる、なんかすごい、ウィーギョンだね、そこだな、力入りが、あ、いや、大丈夫です。そうだ。そうですね。広報用の材料で。噛まれた。広報用材料でちょっと、広報用材料で。サムネ。いや、サムネ。サムネだな。サムネ。うちが3日連続。サムネ。サムネ。あの、私が選んだんじゃなくて、AI が勝手に選んだよ。はい、いえ。サムネ。サムネよ、はい。はい、これで。サムネを、うん、いやー、でもなんか深海っぽいですね、うん、目がいい、あれだよね、深海っぽい、なんてこと、何か全然わかんない、の目の後ろのこの穴何ってやつ、なんじゃこれ、なんじゃこれ、なんじゃ、見せて見せてあげて、なんじゃこれって、はい、説明して見せてあげて、はい、サメなんか 目の後ろにも穴開いてるっしょ、それ何なんだろうね、うん、目の後ろ、はい、目の後ろにで、その目の後ろに穴開いてるわ、目の後ろに穴開いてるよねって話ね、エラが5つあるわ、5つぐらい穴開いてるわ、目の後ろにも穴開いてるわ、同じもんさ魚から探してみようっていう話よ、ないと思うよ、ないんだよね、噴水口はないんだよね、噴水口はないんだよね、これちょっと友達は魚に噛まれるのが好きだから性癖、そう、マジ変態、噛まれて喜んでた、喜んでるかさ、こっち側のやつってどうやってやるの、これ、ああ、もうだからぶっ壊れたのかも、こっち側は、
ないっすよ。あの船だけすぐ。私たちにはどうすることもできません。さっきからノーヘレのおじいちゃんがたくさんいます。ここに法律はないのでしょうか。疲れてしまった古川先生、帰ろ。あなたにとってプロフェッショナルとは。最悪だって、ね、多分 NHK 史上最悪な回だね。ずっと探していたって言いながら、あなたにとってプロフェッショナルとはビールを飲むことですかね。お、終わりだよ。また魚見せてもらってる。毎度ここに来てて、事前にある程度事前に調べといてもな、毎回上がるもんちょっと微妙に違うからな。まあだからそういう意味でそういうプロっていうのも必要なんだよね。全て知ってる分類系の人っているわけやんか。ああいう人たち、ああいう人たちで絶対必要なんだよね。絶対必要。よし、よかったよかった。是两种。哎，是三三种。OK。不是两种啊。不是。鱼目鱼是两种。你把麦台去八哥的门口，不好意思。谢谢。I got a refrigerator behind our car. We have a refrigerator. 谢谢。两百五，这个更难取。一间两百五，一间两百五，我这里。哎。我OK了。卖了吧。
なんか逆にね、いきなりエビ、エビ食べまくってるぞ。エビ食べまくつまみ、一応刺身で出していいやつだろうから多分大丈夫だと思うけど、まあ、なんかありがとう、ありがとう。何が、何が、あそこ食べてる、食べてる、食べてるね。食べてんのか。エビ。あーやっちゃ食べちまった。ガン、ガン食べてる。エビの香りのガンも食べてます。食べます。写真は食べられてる。買った瞬間に持って帰ると見せつけといて、食べちゃう。現場生食い。現場生食い。生で、生で、あーって食っちゃった。最後の一個。引率の先生が真っ先に食ってたからな。これで何かあったらあの先生の責任にすりゃいいから、別に問題ないぞ。で、最後の一個食べちゃうのか。私もう二個食べました。最後の一個食べるの。食レポ、じゃなんかすごい。ダグ。じゃあ最後なんか三つ目食べて食レポってよ。まあいい。日々来るからここ。日々来るからそんな。に対してあの来週も来るんだ。僕来週も来るんだ。じゃあ半分こしよう。うんうんうん、食べてくれ。三分こ。いいよいいよ。三分こ。いいよいいよ。はい、はい、すげえ。はい、最後の、最後のエビ。ついてる。おでかいのガボテが。ガボいった。生エビの血だ。ガボいった。そうそう、あったんだけど。ガボいった。おい、イエーイ。これサムネ候補が次々と取れ高満点、イエーイ。紙袋よ、それ。